現在期間限定で公式 LINE 追加をしてもらうと、たくさんの方が結果を出した1週間お腹痩せメニュー、足痩せメニュー、ダイエットカレンダーに加えて、公式 LINE から無料メルマガ追加をしてもらうと、さらに痩せる食事メニュー、運動メニューを配布しています。残念なことに公式 LINE ではメッセージ数が限られております。実際にたくさんの方にダイエット情報を届けるのは無料メルマガになります。なかなか痩せられない、習慣にならない、そういった方は登録してみてください。そして今後も無料メルマガの方では21日間エクササイズ習慣化プログラムや2ヶ月短期ダイエット集中コース、そういったものを配布していきますので、楽しみに追加して待ってください。はい、ということで2023年からは基本的には YouTube メンバーシップとメルマガ LINE 登録してもらってる方にたくさん情報を届けようと思ってます。説明欄にありますのでぜひチェックしてください。で、今回お届けするエクササイズはとっても簡単なのに、ランニング1キロ分、ダイエット効果がランニングの5倍、めちゃくちゃおすすめなエクササイズです。立って揺れるだけ、ペガサスウォークです。簡単に説明すると、上下に跳ねる動き、トランポリンの動きというのは5分間で約1キロのランニングの効果があると言われてます。脂肪燃焼効果、むくみの解消、筋肉増加、デトックス効果、気分転換、様々ないい効果があります。そこに加えて背中を動かすことでダイエット効果が倍増します。一般的に言われているのは、前に進むウォーキングよりも後ろに下がるウォーキングは5倍のダイエット効果が証明されているんです。要するに使われにくい筋肉、後ろ側の筋肉を使うことでダイエット効果はさらに上がります。一緒にやっていきましょう。足を肩幅にしましょう。少し膝を曲げて前かがみ、親指を下向けて手を上げます。このままで軽く膝を動かしましょう。マイペースでいいです。こういう感じ、軽く屈伸をする感じです。肩重い人とかね、硬い人はだるくなることあるんで、たまに手をね下ろして休んでもいいです。できれば上げたまま力抜いてください。これでね、背中も使いながら全身使って跳ねてます。 OK。 で、今度はつま先開いて手はまっすぐ下ろして、このまま楽に跳ねましょう。このね、跳ねる動きっていうのがね、もうトランポリン効果ですごくね、全身運動になってます。よく縄跳びとかね、やったら痩せるよっていうのはそれですね。もうリラックスしてね、軽く屈伸するだけ。OK。 今度はまたね、親指を上向けて揺れます。しっかり胸張りましょう。こういう感じ、腕の力は抜いてね、膝を動かすことで腕が動いてるようなイメージです。しっかりね、肩を後ろに巻くことで猫背も治りますからね。OK。 今度はね、跳ねながら腕を回します。なかなかね、この跳ねるリズムが難しいですけど、跳ねながら肩を後ろに回してください。この手を回すのと足の動きがね、わけわかんなくなりますよね。はい、今度はまたね、親指を下向けて、このままももの上げ下げ、これで腹筋も使っていきます。ピョン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 とリズム乗りながら上半身の力抜いて、こんな感じです。結構ね、背中、腰の筋肉を使ってますからね。 OK。 今度はね、片足立ちになってぴょんぴょん跳ねながらバランス取りましょう。
15秒したら反対足にします。片足結構きついですからね。くるくる、片足縄跳びしてるイメージ。上半身楽にして、はい、反対足、もうくるくるくる、もうバランス取るとね、体幹も鍛えられますからね。オッケー。今度足を大きく開きましょう。このままバランス取って、1、2、3、1、2、3、かかとはね、別に浮かさなくてもいいです。飛び跳ねれる人はね、こうやって跳ねてください。ピョンピョンピョンと、どんどんしちゃうよーって方はもう足つけたまま、これすごいお尻のね、横を鍛えられてフリッとしたお尻になりますからね。オッケーオッケー。今度はね、このままでバランス取っていくよー。これでバランス取る。15秒後に反対足、これお尻くるよね、すごい。うわ、きつくる。きつかったら手ついて、はい、反対足。これがね、歩くときにね、使われるお尻の横、中殿筋、小殿筋がね、鍛えられてますからね。ここしっかり鍛えるとね、体幹が安定してプリケツになりますからね。はい、オッケー。今度はね、立ったままでピョンピョン跳ねながらリラックスしてください。かかとはね、浮かせなくてもいいですよ。これでもできる人はかかとだけ上げられる。そんな感じ。かかとの上げ先っていうよりはかかとを上げたまま跳ねてる感じ。よっしゃ、ラスト。一番初めにやったやつ、これ。よっしゃ、ラスト。最後、できるだけ手を高くして、しっかり肩甲骨を出て、手の幅をね、狭くする感じで。うおー、オッケー。いやー、めちゃくちゃいい運動になりましたね。最後までできたよーって方、グッドボタンやコメントで教えてください。はじめに言ったようにですね、2023年からは YouTube メンバーシップをメインに動画配信します。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。